はい、こんにちは。今日は、2020年4月の、19日になりますか。はい、楽天モバイルでアンリミットで使えるですね、回線の周波数というのは、楽天エリア内でバンド3、それからですね、エリア外パートナーエリアにおいては、au で使われているですね、バンド18、ということになります。そこでですね、ドコモ端末であればバンド3対応しているものは多いんですけれども、なかなかバンド18に対応していないために、エリア外に行くと、圏外となってしまうということは多々発生しております。では、もともと au の回線にパートナーエリアとしてつなぐんだから、 au の端末をですね、SIM ロック解除して、使うというのが一番、お得なんじゃないかと考えられる方も多いみたいなので、ちょっと調べてみます。こちらですね、 au のホームページですね、 SIM ロック解除の手続きのページからですね行きますと、こうしてですね、SIM ロック解除した端末のですね、対応周波数リストが載っております。これでいくとですね、Apple などは、各モデルみんなですね、 au のバンド18、それからバンド3、いずれも対応していますので、まあ中古で手に入れてもですね、まず問題ないかと思われます。他にですね、ハーウェイ、これはまあもともとですね、楽天でも対応端末になってるぐらいですから、どちらもバンド3、バンド18、いずれも対応しています。これは au モデルにでも同じですね。 SIM ロック解除さえすれば、使えそうです。 HTC も、一部使えそうですね。あと京セラの端末も意外と au さんでは多いようなんですが、これもいずれのバンド18、バンド3対応しているものが、簡単携帯一部除いて大丈夫なようです。3G とか出てきますけど、ここら辺はまあいずれも関係ないのでスキップします。LD 端末も OK ですね。バンド18、バンド3、いずれも対応です。問題は端末数が、種類が多いサムスンですね。これはどうでしょうか。ずらずらずらと、まあ、最新のですね、Galaxy S20 に至るまで、一覧が出ておりますが、大丈夫ですね。バンド18、バンド3、いずれも対応していますので、結構遡っても対応しています。手にSIMロック解除させればですね、楽天でも使える可能性が高いですね。結構、サムソンの場合は各キャリア出てますけども、au の、スマホ、au 版であれば大丈夫かなという感じがします。アコシリーズもそうですね、au 版であればバンド18、それからバンド3、いずれも対応しているのが多いので大丈夫ですね。まあ、一部なんか対応漏れありそうな感じなので、これは使う前に、お買い求めになる前に確認した方がいいと思います。あと、au モデルたくさんあるソニーエクスペリアですね、これもリストを見る限りは、まあ、大丈夫そうですね。バンド18、バンド3、いずれも対応しています。まあ、この中から使いたいものを選ぶ楽しみはありそうです。あと au デザインプロジェクトというと、例のインフォバーですね。インフォバーなんですが、まあ、バンド18、au のバンドを使うものは当然として
バンド3が意外と対応してませんでしたね。ですから肝心のこの楽天エリアに入ってしまうと県外になってしまうという、なんかドコモ版とは逆の現象が起きてしまうようなので、要注意ですね。パートナーエリア内でしか使えないということになりそうです。まあ、いずれにしてもあの au 版のですね、あの情報をここに、au さん自ら、ロック解除した場合の端末のですね周波数対応状況というのが一覧になってますので、これをよくチェックした上で、お買い求めになるか、あるいはあの手元の端末、あるいはもらった端末で、でもですね、楽天の SIM を入れて試す前に見るのをおすすめします。はい。